今回は福山市 VS 東大阪市 VS 大分市 VS 市川市 VS 松山市 VS 松戸市の動画をお送りしていくのだ。人口50万人前後の都市の比較対決。バランス良い都市力の福山市と都会と町工場を兼ね備えた東大阪市が勝ち抜いてきているのだ。今回は大分県大分市、千葉県松戸市と市川市、愛媛県松山市が登場。人口だけでは測れない様々な都市データをランダムに対戦させる論より証拠の10連戦で実証していくのだ。1試合目、15歳未満人口比は大分市の競り勝ち、飲食店数は東大阪市の競り勝ち、小売業従業員数は松山市の競り勝ち。15歳未満人口は大分市の競り勝ち、昼間人口密度は東大阪市が高い、製造量現金給与総額は東大阪市の金座勝ち。大分市が接戦を制する。年少人口の多さで大分市が勝利なのだ。九州は全体的に出生数や年少人口が多い傾向にあるのだ。2試合目、全産業売上は大分市が高い、小売店数は福山市の競り勝ち、建設業売上は大分市が高い、製造業アラフカ価値額は大分市が高い、小売業年間商品販売額は松山市の競り勝ち、金融保険業売上は松山市が高い。大分市の勝利。11点差の2位は松山市。製造業や小売業、建設業、金融業など大分市が福山市の上位互換に近い強さになっているのだ。3試合目、小売業売り場面積は大分市が高い、教育学習支援業売上は松山市が高い、財政力指数は市川市が高い、商業従業員数は東大阪市が高い。1万人あたりの刑法犯の少なさは大分市。農業産出額は松山市の勝利。松山市が接戦を制する。わずか1点差の2位は大分市。財政力指数で圧倒的強さの市川市なのに、小売業が弱すぎなのだ。東京で買い物しすぎなのだ。第3試合終了時点の順位。1位は勝ち点10、2位は勝ち点7、3位は勝ち点4、4位は勝ち点2、5位は勝ち点1、6位は勝ち点0で計算していくのだ。序盤戦は大分市と松山市が好調、東大阪と松山は対抗できるのだろうか。4試合目、15歳未満人口比は大分市の競り勝ち、人口密度は市川市の僅差勝ち、学術研究業売上は福山市が高い、建築床面積は松山市の競り勝ち、昼間人口比は東大阪市の競り勝ち、経常収支比率は福山市。福山市の勝利。5点差の2位は松山市。人口密度で圧倒的な市川市と松戸市なのだ。福山市は人口密度は最下位ながら経常収支比率などで大勝利なのだ。5試合目、小売業従業員数は松山市の競り勝ち、地方税は市川市の僅差勝ち、卸売業従業員数は東大阪市の勝利、製造業従業者数は東大阪市が高い、人口増加率は市川市の競り勝ち、昼間人口密度は東大阪市が高い、東大阪市の快勝。12点差の2位は市川市。人口増加率で圧倒的な市川市と松戸市なのだ。東大阪市は人口増加率は最下位ながら、商業や製造業の従業員数や昼間人口密度の圧倒的強さで大勝利なのだ。第5試合終了時点の順位。松山市が首位浮上、大分市が追う展開になっているのだ。6試合目、実質交際費比率は松戸市、建設業売上は大分市が高い、小売店数は福山市の競り勝ち、飲食店数は東大阪市の競り勝ち、課税対象所得は市川市が高い、商業従業員数は東大阪市が高い、松山市の僅差勝ち。わずか1点差の2位は福山市。とんでもない大接戦を制したのは1位を1つも取っていないバランス都市の松山市なのだ。第6試合終了時点の順位。2位争いでは大分市がリードするものの、福山市と東大阪市も射程圏内に入ってきたのだ。7試合目、出生数は市川市の競り勝ち、経常収支比率は福山市、不動産物件業売上は市川市の僅差勝ち、人口密度は市川市の僅差勝ち、商業年間商品販売額は東大阪市が高い、建築床面積は松山市の競り勝ち、市川市の競り勝ち。わずか2点差の2位は松山市。東京都心部なのに圧倒的な出生数の市川市が、不動産物品業と人口密度も勝利して会心の勝利なのだ。第7試合終了時点の順位。まだ5位とはいえ、市川市が一気に上位争いに接近なのだ。8試合目、
昼間人口比は東大阪市の競り勝ち。製造業アラフカ価値額は大分市が高い。製造品出荷額は大分市が高い。小売業従業員数は松山市の競り勝ち。昼間人口密度は東大阪市が高い。歯科診療所数は東大阪市の僅差勝ち。東大阪市の勝利。6点差の2位は大分市。大阪市のベッドタウンとは言わせない。東大阪市の昼夜人口比と昼間人口密度なのだ。歯医者も多い。第8試合終了時点の順位、2位大分市に勝ち点5差に迫る東大阪市。福山市もすぐ後方から追う展開なのだ。9試合目。小売業売り場面積は大分市が高い。課税対象所得は市川市が高い。卸売業年間商品販売額は東大阪市が高い。建築工事費は松山市の競り勝ち。人口増加率は市川市の競り勝ち。地方税は市川市の僅差勝ち。市川市の競り勝ち。わずか2点差の2位は松山市。あまりに圧倒的な課税対象所得の市川市なのだ。地方税のほとんどが産業ではなく住民由来の旅館なのだ。第9試合終了時点の順位、松山市の優勝が決まり、松戸市の6位も決定済みだが、他の順位は最終戦へ持ち越しなのだ。最終戦、小売点数は福山市の競り勝ち。製造業従業者数は東大阪市が高い。財政力指数は市川市が高い。実質交際費比率は松戸市。製造業現金給与総額は東大阪市の僅差勝ち。建築床面積は松山市の競り勝ち。福山市の解消。15点差の2位は大分市。小売店が多い上に製造業や建築業で2位の福山市のバランス力が強いのだ。先10試合の最終結果が出ました。松山市勝ち点65、大分市勝ち点54、福山市勝ち点44、東大阪市勝ち点44、市川市勝ち点30、松戸市勝ち点6、5都市で1位を2回ずつ取り合う珍しい結果に、終始1位だった松山市の余裕の優勝。ただ1位数は2回のみと圧倒的とはならず、熾烈な2位争いを制した大分市がポイント最大となった。福山市と東大阪市はポイントも上位2都市と大差ないものの、惜しくも3位と4位。市川市は1位2回の快挙も6位数も最多で勝ち抜きラインは遠く、松戸市は終始厳しく6位でした。上位2都市となった松山市と大分市が次のステージへ進出です。次は川口市、八王子市、姫路市、倉敷市が登場します。この動画はここまでとなります。少しでも面白いと思っていただけたならば、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。最後に登場都市の全データを見ながらお別れです。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画や別の動画でもお会いできればと思います。